どうも、千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。さあ、今回の動画はメンズエステ競馬。メンズエステ競馬というのは、僕はメンズエステ大好きなんですけど、メンズエステ行きたいという熱い気持ちがあれば競馬で勝てるんじゃないかなという企画でございます。エロいパワーを利用した企画となっております。でですね、僕が普段最近行ってるところが、まあ、ちょっとこの間ね、メンズエステ嬢から直接聞いたんですけど、抜きやりですよと。もう面接するときとかも、うちのお店は基本的に、抜いてあげますと、もしそれが嫌ならこの店では働かない方がいいですって面接で言われるらしいんですよね。で、じゃあなんかアウトすぎるじゃん、その店アウトすぎるし、そこを行ってきましたで抜いてもらいましたっていうのはちょっとリスクがあるなということで、まあ、抜いてくれるかどうか怪しい、まあ、僕が昔行ってたところに行きたいと思います。で90分1万8000円、ディープリンパ20分2000円、指名料1000円、合計2万1000円、ちょうどこの金額を持ってきました。まずはだから指名料の1000円を使って、まず一発競馬やって、次はディープリンパ代の2000円を使って競馬やって、そして1万8000円90分のメンズエステ代を使って、競馬をやって買ってメンズエステ行きたいと思います。もうちょっと前にね、キャバクラ行ったんですね。でキャバクラ行って僕のことをねずっと見てるんですよ。でなんだよな何かついてますかと、なんでそんな俺のこと見てんのって言ったら、千葉ちゃんだよねって言われて、視聴者さんですかと、キャバ嬢が僕の YouTube を見てくれてるの、すぐ LINE 交換して、いやちょっと今度ぜひ一緒に競馬場行きましょうよと言って、今度キャバ嬢競馬がもしかしたら実践できるかもしれません。キャバ嬢競馬、まあ、ただキャバ嬢と競馬行くだけですけどねキャバ嬢競馬もやりたいと思ってます。まあ、今回はねメンズエステ競馬なんで、とりあえずねエロパワーがあればまあ勝てると思うんで、次が、大井の9レースあるんで、そっからやっていきましょう。でその前にちょっと腹減ったんで飯食います。いいですね、大井競馬場。ちょっと出店屋台って言うんですか、ちょっとね、なんかチーズバーガーとかすごいうまそうで、でも飯代1000円しか持ってきてないんだよな。それ以上使いたくないから1000円で抑えれたらそれでいいんだけど、いいですね大井競馬場。あっちとかもなんかね、グッズとかもめっちゃ売ってるし、なんか最高ですね。ちょうど1000円だ。いきます。うまっ。さあ一発目、馬連351点。あのね、もう激かぶりなんですよ、人気が2頭に。一番人気が今 1.3 倍か、単勝ワイド馬連しか買わないって決めてるん で単勝買おうかなと思ったんですけど、なんか刺されるリスク考えたら馬連も 1.5 倍ぐらいだったんで、もう馬連いいかなと思って、なので、3号馬連1点、これが 1.5 倍ついてくれれば3000円リスクまみれだけど、まずはディープリンパ20分の分いきましょう。単勝 1.4、 馬連 1.3 まで下がっちゃった意味ねえこの馬券リスクのみ、リスクのみこの馬券当たっても600円のプラスあーでもな、買えるのが他いなかったよ。こういうレースで中途半端に穴で狙いに行って外すんよ俺は。中途半端な5番人気とか狙って外すんよ。勝負レースじゃないここは、エンジョイレース。はい、外の2頭ね。はい、もうはい、もう決まりです生まれに行って3倍だから さあ2番が大丈夫だよね、さすがに、さすがにだよね。盛りたいと手応えよ、盛りたいと手応え良いな。
はい、突き抜けた。強い。ちょっと2着入る、これ。ちょっと待って、2着入る。あ、入るね。抜けたね。抜けた、抜けた。ああ。OK。そう、これを中途半端な穴馬狙って外しに行くのが俺だから。うわ、ほら、3着からそういう。地獄みたいな三者ガラス一緒だからで、切った外してね、俺これでいいっす。600円もいたからハイボール買おうかな。ハイボール600円ぐらいだった気がする。90分1万8000円の1万8000円で当てればいいからね。逆にそれ外れたら外れたからね。ハイボール買います。サイ&コー最高じゃねえか、おい。いただきます。ハイボール600円、600円勝ち、プラマイゼロ。まあ勝ったお金でハイボール飲むのが一番ね、いい大人ですから。競馬下手まであるよね、今のは。馬券当たるって当たるというか勝ってることがやばいもんね。下手まである。次もね 1.2 倍ぐらいの、なんならサイ&コーに前走勝った馬がね次出るんですよね。あのプニ競馬さんと6月ぐらいに大井競馬場来た時に当たった馬がね次 1.2 倍か 1.3 倍ぐらいでいるんですよ。ここも硬そうだな。お、払い戻し金額、副賞式110円つくんだ。あれ、あ、そうか、2着までだもん。3番5番、安い安い。さあ、大井の10レース、4番のサッキーミツグとノースジャスティス。これがあれです、例の中途半端に穴狙いに行って外すやつ本当はね、モントーク、2番人気か3番人気かモントークっていう馬と、ワイド馬連1点買おうかなと思ったんですけど、いや2走こんな2戦続けて1、2番人気決まるかと、よくわからん自問自答して、まあ逃げる、さっき見つぐ、もういや結局迷った時はもう逃げよ。地方はワイド今4倍ぐらいついてたから4ワイドだけで、ああもうピントがあったり合わなかったり、ワイドが4倍で8000円でしょ。馬連何倍かちょっと見てないけど、20倍だとして600円で12000円、いけるいけるかもしれないぞ。そうなったら、逃げろ、よし高み行け、よし逃げろ、あー逃げれない。3番手いやーちょっときついな。なんだ、え、笹川も手応え悪くね、え、残る高見、え、ありゃなんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、これなんじゃこりゃ、これ6ね、2番人気か、あ、2番人気だね、2番人気や、なるほど。次がいよいよメインなんですけど、迷うな。一旦サイト見ようかな。一旦メンゼスのサイトを見てやる気を高める。考えろ、この中に必ず勝つ馬はいる。1着になる馬、2着になる馬、3着になる馬、必ずいる。考えろ、見つけろ、あとは俺が見つけるだけ。
つけて当てればメンズエステ9頭立て9分の1で1着になるんだ。適当に買っても9分の1だ。予想するから実質3分の1ぐらい、いや6分の1ぐらいかな。俺の予想力だと必ずいる。探せ探せ。ありがとうございました。見つけました。俺をメンズエステに連れててくれる馬2頭、南西ホワイトとアイブランコ。アイブランコは前走は距離短かったし、位置取りがあまりにも後ろだったから、これはもう完全に度外視できる。で、中央での2走前の走りがロードアブニール、この間 G3 3着入ったロードアブニールと、0.1秒差。しかもロードアブニールは、まあ、ロードアブニールはかなり詰まってスムーズな競馬できなかったのを考えてめっちゃ強いんだけど、それでも早めにまくっていって、最後もね、止まらず粘ってはいたので、で中央 その芝を走ってる時はもっと長い距離ばっか使ってたので、距離延長確率にプラスで、南西ホワイトがこれも前走が、マンダリンヒーローとか、ヒーローコールとか、そこら のこの地方の強い、馬たち相手に全く差のない走り、まあ、ちょっと距離は短かったんですけど、このメンバーなら宮城蔵王とかマンガンとか裏のメトリアとか、この何回もこの大井の長い距離出てきてるけど、そのもういいだろもう君たちもいいだろ、世代交代しよう。男性ホワイトかなりメンツ強いところでも五分五分でやれてきたし、客室的に後ろから行く馬で距離さえこなせるなら、もうこの男性ホワイトと、アイブランコで、これ一番人気と多分今3番人気なんだけど、結構追ってつくよね。ワイドで5倍だったから1万5000いったから7万5000で、馬連が何もだっけな、15倍ぐらい忘れちゃった。3000いたからまあ5万ぐらい。12万。4匹ぐらいいけそうじゃない。さあ、大井中一です。あと4分ですね。行きましょう。じゃあ頼むぞ、マジで。エンゼスがかかってるぞ。90分コース料金分勝負。7878。よしよしよし、後ろから後ろからゆっくり行こう、ゆっくり行こう。 1?1 逃げた。あ、ライトがすごいか。頼むぞ、アイブランコ。頑張れよ、南西ホワイト、アイブランコ。後ろ2頭ね、後ろ2頭。ちょっと怖いけど、まあこういう風になるとは思ってた、うん、そんな縦長じゃないし大丈夫だと思うけどな。南西ホワイト、先行勢を潰してくれ。そしたらアイブランク来る、ある、マジある。いやー、なんか前早いな、あれ南西ホワイト。やべ、アイブランク来てる。ちょっと伸びてこい。なんだ。スペシャル前残りじゃん。いつも通り行ってもいない。どうする、だるすぎ。最終レース、ペイペイ買えるなら買おう。
ペイペイで買えないなら帰ろう。ペイペイ使えた。ペイペイ使えて5000円だけ買ったんですけど、これね、5000円買って、でもちょっとペイペイ使えたことにテンション上がっちゃって、あの携帯後払いのやつで1万円チャージして馬券買ったら買えなくて、めっちゃ腹立って。多分だけどこれなんか銀行からチャージしないと使わせてくれなくて、で無駄に一旦携帯代後払いで1万円にペイペイにチャージして、もうこっち的には競馬買う脳になっちゃったから、銀行から1万円チャージして単勝も買っちゃいました。気づいたら1万5000円、テンション上がって買っちゃった。やばい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 、そんなつもりじゃなかった。テンション上がっちまった。頼むマジで。最終。いつの間にか一番人気になってる。おい、トントンにしかならんぞこれ。単勝当たっても。シルビーノ、菅原、オッケー。勝ってもが見るけど、勝ってもが見るけど、いやちょっと怖いな。いいね。いずれ。シルビーノ、菅原、サシキル、サシキル、来てる、菅原、サシキル、サシキル。頑張っちゃってるよ。刺せ！刺せ！刺せ！あ、タイトも来てる。いやねん、なんやねん。さあ、さあ、来ましたね。だるだ。おい、ペイペイ使えんなや。ペイペイ俺を拒めよ。めちゃくちゃ無駄な負けした。ダメダメでした。メンズエステ行きたかった。メンズエステ行ってきてこうこうこういうプレイでしたっていうトークを取らないとね、その YouTube のね使用上あと何分で動画が終わるから、ああもうじゃあこれ競馬負けたんだなっていうのが分かるから、まあ、なんでしょうね、一個お話をしましょうか。24ぐらいの時に居酒屋でバイトしたんですけど、その時に、夜中の3時に終わって、社員さんが千葉君今日風俗行くかみたいな言ってくれて、いいっすね、行きましょうっつって。で、渋谷で一番早くオープンするのは確か6時か7時みたいな。で、そこ6時だか7時だから開くんで、そこで朝一行きましょうよと。箱ヘルの、もう店舗型になったやつね。無駄にホテル代とかかかんなくていい、そこ行きましょうよっつって。で、まあ、二人で朝まで時間潰して、で、おごってくれたんですよ。で、僕、いつもその45分で3回出せるんですよ。これ多分結構すごいと思うんですよね。多分そのデリヘルとか、その箱ヘルとか、そういう系の45分って実質30分なんですよね。その最初シャワー入って、最後もシャワー入ってとか、実質30分で3回出せるんですよ。その日が2回しか出なくて、いや、なんかおかしいなと思って、あれ、2回しか出せないやと。女の子も可愛かったし、その愛想もいいし良かったのに、なんで2回しか出せなかったの不思議っすわって言って、その2回でもすごいけどねみたいな、俺1回だよみたいなこと言われて、マジっすかみたいな、いやでも本当今日楽しかったです、ありがとうございましたって家帰って、なんかちょっと具合悪いのかなと思って、一旦熱測ってみるかと思って熱測ったら38度5分あったんですよ。心音計
チンチンで体調悪いか分かんない俺。その俺キレ悪いなと思ったら大体熱あるから。チンチンがたくましいせいでエロいというかね。僕はエロくないですけどね。僕はエロくないですけどチンチンがたくましいんですよね。というお話でした。ちょっとメンゼスト行けなかったですが、またどっかでメンゼスト系はやろうかなと思っております。さあそれでは本日もご視聴ありがとうございました。